どうもエルザレドと申します。今回はスプラトゥーン3の発売発表に合わせて新しく始めるイカたちにスプラ2ベースでお話をしていこうと思います。僕のことを知ってもらうことも含めて雑談っぽく話したいと思います。その前に自己紹介をさせてもらおうと思います。僕はスプラ2を始めるまでは TPS 初心者で、当時はフォートナイトが人気でしたが、ほとんどできてないほどの超初心者でした。もちろんスプラ1もプレイしたことはありません。そのため最初の頃は経験者にひたすらボコされるということが多々ありました。そのためエスプラ到達してもすぐに A まで落ちるということを繰り返していました。じゃあなんで今はこうして X 帯で24くらいまで実力があるのかというと、実はきっかけがあって、それは自分でスプラを研究するということを始めたんです。ことの始まりは、僕も皆さんのようにプロの方や憧れプレイヤーの動画をたくさん見たのですが、あまりにも実力離れしすぎてて参考になったような気になっていたんですね。そのため理想ばかり追いかけて全く手元が追いつかないという状態が続いて悩んでいたところ、自分で自分なりの研究をしようという思いつきで始めたのがエルザレッドのスプラ解説になるんですよね。それから動画投稿や研究と、こちらを続けて3ヶ月でガチホコで初の X 到達ができました。ぶっちゃけメンタルをゴリゴリ削られるしきつかった時期でしたね。でも1回の勝利がとても嬉しくて一番楽しかった時期でもあります。このこともあってガチホコが一番好きなガチマにもなってます。だいぶ話がそれたんですが、そんな感じで TPS 初心者ながらゴール X 達成までの経験を生かして、ランクマッチで大切にしていたことや基本的な大事なことを何なのかっていうことをお話ししていこうと思います。今回はスプラ3の発売に向けて新規さんも増えてくると思いますので、塗りについて6つの話を分けて進めていこうと思います。6つと聞くと項目が多く聞こえますが、一つ一つは短いので仕様についても覚えてもらえるといいかと思います。こんな感じですね。1塗りコードとは。2武器によって塗り性能が変わる。3塗りは綺麗にできない。4敵に塗られた地面は危ない。5塗りの恩恵。6気をつけたい塗りの場所。こちらの項目を見てもらった時わかるんですが、基本的なものを含みますので、コメント欄からタイムスケジュールで飛んでもらっても構いません。また、この話はスプラ3にて仕様変更があるかもしれませんが、知っていて損はないと思います。今回の動画は、超初心者を対象としていますので、プレイ済みの方には当たり前のことが多くなっていると思います。この点については以下よろしくです。それでは、今回の問題、塗りについてですが、スプラといえばインクを飛ばし合って塗り合うという特殊なルールが混ざった TPS ゲームです。見た目と BGM が相まってポップな雰囲気のゲームですが、他の TPS とは違い塗りという行動が戦略の肝となる行動になります。ただ塗るだけと思われますが、この塗るを理解しておかないとキャラコンや有利状況の把握など様々な場面で活用しますので、ぜひ初心者の方は覚えておいてください。それでは早速いきましょう。スプラ特有の塗りについてですが、 ZR ボタンを押すことでインクタンクに溜まったインクを飛ばして足場を塗ることが可能です。インクタンクは画面で表示され残量も見れます。残量を増やしたいときは自陣インクに潜り込むと素早く回復できます。インクタンクの残量さえあれば、いくらでもインクをばらまくことが可能です。塗った地面に関しては、スチームのインクであれば、イカ移動が可能となり、スムーズにマップを動くことが可能です。また、その場に止まれば潜伏ができ、相手から見えなくなるので、奇襲も可能です。この緩急を使うことによって、相手を翻弄するのもスプラの魅力の一つです。スプラトゥーン2にはたくさんの武器が登場します。数で言うと139個の武器が登場します。これ数にすると把握するの恐ろしいですよね。どういったものがあるかというと、基本のシューター、2丁持ちのマニューバー、スナイパーのチャージャーといったようにたくさんの種類が用意されています。これだけ武器があるということは、もちろんインクの取り方も変わります。
武器の攻撃方法とインクの飛び方は塗りの仕方に影響を与えます。シューターは連射力が高く扇状にインクが飛びます。チャージャーはまっすぐにインクが飛びます。武器によって塗り方が大きく変わるので塗り性の差があることもぜひ覚えておきましょう。塗りの行動についてですが、始めたての頃は綺麗に塗らないといけないという心理が出てくると思います。ですがスプラでは武器によって弾のばらつきやインクの飛沫サイズ、連射速度と移動速度などの影響によりめちゃくちゃ綺麗に塗るということが難しくなっています。もちろん塗りやすい武器もありますが、気にしすぎると塗りだけで試合が終わることもありますので、大雑把に塗るということを最初は心がけておきましょう。足元のインクはいいことだけじゃありません。敵のインクに触れてしまうとマイナスの効果を受けるからです。敵のインクにはスリップダメージと動きが鈍くなる使用の2つがあります。スリップダメージがどれくらい痛いかというと、イカちゃんの HP100 に対して最大40ダメージとなっています。しかも2秒ちょっとくらい踏んでいたらあっという間に到達するので、たかがスリップと思って侮らないようにしましょう。余裕が出てきたら画面の枠が濁ってないか確認し、自分の被弾状況を把握するのもとても大事です。塗り行動をすることによっていろんな恩恵があります。1. 縄張りバトルにおいて勝敗を決する塗りポイントが貯めることができる。 2. インクを塗ってない地面や敵インクを塗り返すことによりポイントが貯まる。 3.塗りポイントを貯めることによりスペシャルを使用することができる。 4. リザルト画面にて塗りポイント分の経験値をもらうことができる。 5. 武器の塗りポイントに数値が反映され愛着度が上がる。塗りポイントを活用することによってマッチング中やその他の画面での恩恵があるというわけです。特に2と3ですがマッチングに大きな影響を与えます。塗りは大雑把でいいっていうのは丁寧すぎて塗りポイントが効率よく貯めれないことにつながります。もちろん最終的には綺麗に塗るのですが、それは後半でもいいということです。とにかく塗りポイントを稼いでスペシャルをガンガン使っていくのが非常に大事です。ここまでお話を聞いてもらうと、とにかくマップを塗ればいいんだなというのが分かってもらえたと思います。ですが塗りについて注意しないといけないこともあります。それは塗っても塗れない場所と塗りポイントにならない場所の存在です。塗れないポイントの代表としては金網であったり、マップに配置されているバルーン、塗れない床というのがあります。これはいくら塗っても何も効果が得られませんので気をつけましょう。ただし金網はインクがすり抜けますので、移動している敵は倒すことが可能となります。また塗りポイントの使用はマップを真上から見た時に見える場所のみとなっていますので、マップによっては垂直な壁は塗りポイントの判定とはなりません。一生懸命壁だけ塗ってもスペシャルはたまりませんので気をつけましょう。ただし壁を塗るというのはとても大事な行動で、立体的に移動できる道を作れます。相手の裏を描いたり短いルートで進めるときには使えますので、覚えておいて損はないです。ということで、今回は塗りについての初心者解説シリーズでした。塗りといってもこれができなければスプラはゲームが始まりませんので、こんなことできるんだと思ってもらえれば嬉しいです。特に塗りがあるからこそスプラというゲームが成り立ちますからね。今後はスプラの基本操作はもちろん、エイム調整のこととか、メンタルの維持、自分に合った武器の選び方など具体的な内容にも触れていくので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。その他にリクエストなどありましたらコメントいただけると参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。